ここもじゃあ次ベッド呼びますよ。はい、しようね。花尾さん。この不月商は住民さんたちにできることはやっていただくようにしていて、これは私からお願いしたっていうよりは住民さんたちが自主的にどんどんお掃除とかベッドの組み立てとかやってくれているので、すごく協力し合った素敵な環境にはなってるかなと思います。ここを持って立ち上げる。あー、すごい。下、あっちが下になるので皆さんあっちに行っていただいて、あっちが下。最高職員さんはほとんどもうゼロの状態から支援に入ってくださってるんですね。なので、ある程度手順を決めて指示を出す人が、2、3人いて、そこから、最高職員さんとか、岐阜県さんとかに手伝っていただいて、スムーズに円滑に行えるという形で、はい、やってます。こっちが下あげます。こんな感じ。はい、課題はでも今から多分出てきます。今まではそれこそすぐ姿が見えたんですけど、パーテーションがあることによって、まあ上側で言うとパッて人の姿がいるかどうかが判断できないっていうので、積極的に見回りとか声かけをもっと充実させていかないと、はい、いけないかなっていうので、今後課題がさらに出てくると思うので、はい、改善をまたしていきたいと思います。